1956年、古畑種本6月15日から1975年5月6日は、日本の法医学者、医学博士、日本学士院会委員、東京大学名誉教授、科学警察研究所所長を務め、科学捜査の研究に寄与、日本の法医学の草分けの一人である、AB 容式血液型の研究に多大な功績を残した。 その一方で、その鑑定方法には疑問が持たれるものもあり、冤罪事件への影響の大きさでも知られる。三重県南室郡愛の矢村出身、古畑虎之助の次男、和歌山中学校、第三高等学校を経て1912年、東京帝国大学に入学。1916年、同大学を卒業し、同大学女子となり1921年。 欧米各国に留学した。1923年、医学博士の学位を授与された。1924年、金沢医科大学教授剣道大学附属医学、専門部教授に任児道大学附属図書館長を経て1936年3月、東京帝大教授に任ぜられ医学部に勤務する。日本の科学捜査の進歩に貢献して、1956年に、 文化勲章を受賞。20歳、第三高等学校医学部時代古畑は、法医学教室の教授として、市が健吉、岸高吉と共に、金沢医大に赴任した。その直後、豪寒事件に絡む親子鑑定のため、血液型の遺伝研究を開始した。すると、AB 型の親からは、O 型の子供が生まれた事例はなく、O 型の親からは AB 型の子供は、 生まれた事例がないことに気づいた。それまでのエミール・フライヘル・フォン・ディュン・ゲルンとルードヴィヒヒルシュフェルドの二体対立因施設によると、がそれぞれ対立していて、それらの間では A 因子、B 因子が優勢だとみなされた。この場合、AB 型の親からは ABABO 型のどの子供も,も生まれることになる。しかし統計を取ってみると、AB 型と O 型は互いに親子になっていない。 これは2体の対立があるとすると説明できない。これは2体の対立ではなくの対立があり、A と B は O に対し優勢だとすると説明できる。この説は現在では正しいと認められている。古畑は1925年11月1日の第1回日本学術協会で発表した。なお、同じ頃独立にアメリカのモルガンやドイツのベルンシュタインらにより同様な。 三副対立院施設が提唱されている。ただし、結成内の業種訴に関して、古畑らの説の方が正確だった。古畑が鑑定を行った殺人事件のうち、広崎事件、埼玉事件、松山事件、島田事件には、鑑定に問題があり、実際には冤罪だった。これらのいずれの事件も後に最新で判決が覆されている。古畑は、 いわゆる四大死刑冤罪事件のうち三件に関わっていることになる。中立先生はどんな死体の解剖でも現場の状況をつぶさに捜査員から聞くわけですよ。ところが古畑先生の場合は極端に言うと現場の足ってのは無視するって言うんだな。法医学が先行するっていうのさ。趣味は読書、旅行。宗教は相当集。住所は 東京都新宿区、下落合。ありがとうございます。